トンガで破局的な巨大な火山が噴火したと、そういうようなニュースでこう大騒ぎになっていたんですけど、だんだん現地の様子の映像が YouTube にも出てき始めたというか、産経新聞の産経が出している動画で、トンガを襲った津波の映像と、被害情報の詳細は不明っていう動画があるんですよね。まあ、またリンク貼ってきますけど、こういう感じの映像なんですけど、これが、まあ、映像なので動画なので、こう、海岸線をこう、パンしてるというか、こう、180度以上ですよ。多分240度ぐらいまで、こう、後ろぐらいまで、こう、撮影しているので、かなりの広範囲に撮影されてるんですよね。で、確かに津波がブワーッと押し寄せてるんですけど、なんと空が平和なんですよ。もう240度ぐらいバーってカメラパンするんですけど、あの衛星映像ですよね。気象衛星ひまわりが撮影した。あの規模っていうのが最初ツイッターでこう比較されてたんですよ。関東平野が丸々すっぽりと入るぐらいのサイズのでっかい雲が、キノコ雲が発生してますよと。ひまわり、衛星ひまわりで撮影したその規模感であるとそれぐらいなんですよね。で、トンガっていう場所から火山の場所まで多分100キロも離れてないんですよ。だから、これだけカメラをパンしたら、あのキノコ雲映りませんかと。津波が到達してくるぐらいの時間帯だったとしたら、雲はもうかなりの上空まで登ってますよね。5000メートルとか1万メートルとか。どれぐらいまで行ってるかわからないですけど、しかもめちゃくちゃ明るいんですよ。まあ夕方っぽい感じはあるんですけど、あれだけのでっかいキノコ雲がブワーってなっていたとしたら、真っ暗闇になるんじゃなかろうかと僕は思うんですけど、明るい状態の映像が、この産経新聞の動画で公開されていますと。これ現地の人は、だからこういうふうに今スマホ現地の人は持ってますよね、トンガで。だから多分通信が今できないってなってるんですけど、撮影はできますよね。この後どういう映像が出てくるのか。この後に、この映像を撮った後に真っ暗闇になるのか、キノコ雲がぐわーって見え出すのか、そういうのも現地の人撮影しないとおかしいですよね。いくら通信が遮断されていたとはいえ、携帯は動くでしょと。だからこれ通信が遮断されているっていうことも怪しいなと。かなりなんかこの火山噴火の情報が怪しい感じになってきたなと思うんですけど、実際はわかりません。これからどんどんさらに情報が出てくるかもしれないんですけど、今回のこの産経が出した動画、トンガを襲った津波の映像には、その巨大なキノコ雲の存在感がまるでない平和な感じの 映像が現状公開されています。っていう話でした。以上、芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。